はい、こんばんは、月刊依存症を学ぶついです、今日はですね、いつものようなシリーズですが、薬物依存症の家族の悩みに答えるということで、いつものようにですね、薬物依存の問題を抱えた家族の方に、恵子さんですが、一緒に番組を進めたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、なんか、話ありませんか？いや、特に。なんか面白かった話がなんかあったら、ご挨拶があったら、なんか。いや、これ、いいですか？さっきちょっと本を借りたんですけど、僕は。これ、なんか、田代さんこうサインが載ってるんですけど、はい、どうしちゃったんですか？いや、私が直接じゃないんですけれども、はい、ある私のその家族友達が、家族会へ行った時に、ご本人来てお話されたようでね。天井裏で話してるのか分からないんで、ちょっとなんか見せない。あ、じゃあ見せない。僕は見せますので、なんか、話をどうぞ。はいはい、だから田代正史さんのね、マーシーのご存知ですよね。はい、が家族会の方に来てお話された、呼んでみてどうだったですか？そうなんですね。すっごい分かりやすかった。どうやってこう薬物にはまっていくのかっていうのがすっごくよく分かった。で、これだったら誰でもなるなっていうふうに思ったし、漫画ですよね。そう、なんか漫画なんです。スルスルって読めちゃうんですけど、そのなんていうか、それでハマっていく様子も、そのハマっていった人がどういう心境でいるのかっていうのがすっごくよく分かりやすかったです。だから、なんていうの、家族、そういう薬物依存の家族を抱えるその周りの家族も。その本人の理解の助けになるだろうし、またなんていうのかな、本当に若い人たちに呼んでもらえば抑止力にもなるとは思いますね。こういう本が出ましたんで、ちょっと番組の最初にね、ちょっとご紹介をしておきます。日本ダルク、定価は1200円税込みだそうです。で、日本ダルクに問い合わせていただければ手に入ると思います。なんか今日一日日本だるかってサインまでねもらっちゃってるんですね。もう 今やスタッフだそうですから。ということで恵子さんの、のお話、じゃあ本題に入りましょうか。お貸しします。今日は本題に入りまして、じゃあパワーポイント。はい、パワーポイントの方に。はい。はい、ということで、本題の方に入りましょうか。今日はちょっと欲張りまして4問用意してますので、まず最初に、もう53問まで来てあったんですかね。すごいですね。すごいですね。どうぞ。はい、じゃあ今日最初の、質問ですね。すごい基本的なことにまた戻るんですけど、薬物を使った人全員が薬物依存症になるのでしょうか？これはだから薬物使った本人も、薬物使っている家族の誰かが薬物を使ったその周りの家族も、これでもう薬物依存症になっちゃうんだろうかってすごいこう恐れを抱くと思うんですけれども、もう薬物を1回でも使ったらもう全員が薬物依存症になるのかどうかっていうところをまずお聞きしておきたいなと思います。ですね、全員がなるかどうかはそういうなんか研究を僕は聞いたことないんでね、そういう、薬理学というか病理学というか、そういう科学的な研究というか化学になってるね、字が違ってますよね。科学的な研究はないよ、僕は見たことないですね。だから全員がなるかどうかということについては、断定はできないですけども、回復した人たちの経験ではですね、誰でもがなりうる病気だというふうに言われてますよね。で、例えば子どもの頃に一度経験して
しばらくずっと二十歳過ぎてですね使わなかったんだけども、うん、またあるストレスを体験して使い始めるということは、そういうことは使った人たちの中には経験者としてですね、うんうん、話は出てきますよね。うん、まあ、1回目だからその面白半分で使った時には別にその依存症っていうような状態に陥らなくても、うん、それから時間が経って、うん、また何か使う機会があって、うん、でその時は分からないよということですかね。うんうん、そうですね。今まで相談室で経験した中では、例えばアメリカに語学留学したり、オーストラリアにね、うん、語学留学したり、インドに何か何だっけ、何か興味があってインドに行ってという、インドってなんか、うん、危なそうですよね、うん、そこで何か使ってみた経験があって、うん、でまあ国内で帰って帰国してですね、うんうん、使ってみたという、東京に何かわざわざ買いに行って向こうで捕まっちゃったとかね、いう話を聞いたりするんですけども、うん、うん、まあそういう意味ではまあ一回使ったからということで何かなるというか、むしろそういう何て言うかな、薬に馴染みやすいもう一つのか、その状況がね、うん、もう一つはやっぱり必要のように思いますけども、うん、馴染みやすい状況っていうのは、うん、まあ以前もここでも話したように、そういう、うん、例えば不安が強いとか、うん、尊心が低い、うん、とか、うん、あるいは非常なトラウマを抱えたりとか、うん、うん、まあそういうような機会を経験することで、そういう薬を馴染みやすくなるという、薬に馴染みやすくなるということはあるようですね。うんうん、だから別にその薬を使ったら必ず依存症になるっていうわけではないけど、その依存症になる人っていうのは、その何かやっぱりそういう下地があってっていうか、何かこう条件があって、そこに薬が入ってきた時にたまたま、うん、たまたま薬になったという、そういう話をされる人もいますよね。でもそういう、それはすごいなんか分かりやすい気がしますね。たまたま薬を経験して、あるいはたまたまギャンブルを経験して、うん、たまたまなんか投擲をしてとかね、うん、うん、いうことで繰り返すっていうことはあるようですね。ただ薬物の中で違法と言われているような薬物ってない依存の強さが違うんで、うん、高いんで、短期間でやっぱりなっちゃうので、そういう意味では誰でもがなりうる病気だっていうふうに言われれば、確かにそうだろうなというふうに思いますね。まあそれでもそうですよね。ものすごく至って、その精神的に非常に健康な人が薬を使うっていうことが、うん、まああんまりないでしょうからね、うん、薬やろうかなって思う人は、それなりに何かこうそのきっかけになるような精神状態を持ってるのかなっていう気もしますけどね。うんうんうん、でまあ薬もね、まあ次の助言と提案のところですけども、はい、まあ個人差があるし、うん、男女差の性差っていうのもあるし、年齢だとかですね、うん、使用する薬物、使用期間だとか、使用方法、それから使用頻度だとかですね、そういうものによって随分それ薬物になるところまで行ってしまうかどうかっていう、うん、のがあるんじゃないかなというふうに思うんですね。うん、まあ個人差っていうのはまあ個人差ですね。先ほどのその薬へのこう親和性が高い人とそうでない人もあるだろうし、うん、うんうんうん、それからまあ機会にもよるかもしれないですね。以前暴力団がの人が女性に薬を打って売春をさ薬で体を縛ってね、売春をさせるという、そういう事件がよくありましたけれども、うんうん、それもこの薬物依存のそういう薬をうまく使って
売春をさせるという、ひどい犯罪ですよね、うん、そういう例というのはありましたですよね、うんうん、でそういうふうにまあこれは精査ではないですけども、うん、まあ例えばアルコールでいうとですね、うん、まあ個人差はもちろんありますよね、酒に強いとか弱いとかいう個人差があるし、うん、はい、から性差でいうと女性はまあ非常に短期間で、男性に比べて短期間でなると言われてる、うんうん、飲み方は同じ飲み方をしてて、女性だと4、5年でコントロール喪失になってしまうという飲み方がですね、うん、なってしまうとか、それから小学生あたりでは、まあ、アメリカで聞いた、これは性差の話、年齢の方の話ですけども、うん、子供がアルコールを覚えると非常に短期間で依存症になるということ、それから日本大学の統計を見たことがあるんですけども、うんうん、薬物依存の人たちはもう10代の前半でアルコールと出会ってるんですね、初飲を経験してるんですよ、うんうん、結構高い3割か4割ぐらい確かあったんじゃないかな、うんうん、だからもう子供の頃からそういうアルコールという薬物に、うんうん、出会ってて馴染んでるという、うんうん、やっぱそこがもうなんていうのか親和性なんですかね、そんなにちっちゃいうちからこう、まあ例えばアルコールだとね、うん、親がなんか面白半分に飲ませたりとか、あ、うん、まあ僕も子供の頃なんか酒ではなかったけど夜飯っていうのがあってね今でもありますけど、今でもある、あれもそう、うん、だけどあれもアルコール度高いですよね、うん、高いですよね、うん、僕は親父が確か飲んでて、うん、こっそりと戸棚の中にしまってあるのを時々飲んでみたことがあってこう喉がシューッとなんか熱くなるのがねあれがなんか何とも言えなかった感じがした経験があるんですけど、うん、だからね、やっぱりそういうアルコールにこう馴染むものっていうのがね、うん、あるいは機械、ここでは入っていませんけども機械ですよね、うん、例えばそういうチャンス、うん、チャンスですね、うんうんうん、まあ、アルコール依存の人では消防団で入ってね、うん、とかそれから大学のなんだっけ、はい、新入生で、はい、コンパで一気飲みをやるとか、なんかそういう機械飲酒からなんか、うん、っていうのもありますよね、うん、それから使用する薬物もの、まあ、アルコールから始まるとかシンナーから始まるとか、まあ、入門薬と言われてるね、うん、もの、まあ、ハーブも脱法ハーブもそうかもしれませんけど、うん、そういう使用薬物によって随分違いがあるだろうなというふうに思いますよね、うん、それからその使用期間がどのくらいかということに、これによっても随分なるかならないかということがあるだろうし、うん、だから使用方法にもよるよね、うん、うん、よく今もあるのかな、例えば警察とか行くとね、ポスターでダメ絶対っていうのがあるじゃないですか、うんうん、であれはだからダメ絶対って言われると、その1回でも使ったらもうなんか薬物依存症になるっていうふうに思ってしまいがちなんだけど、うんうん、そうじゃなくてその1回でも使ってしまった経験が後々やっぱり危ないことにつながっていくっていう意味のダメ絶対と考えると、ああそうかなっていう気もしますね、うん、だから最初使った時の経験がいい経験、快感、そのいい薬の効果がね、得られて、うん、それでまた使うということもあるよね、うん、うん、だからまあ逆もあるみたいですけども、だからその境目を越えちゃダメだよっていう意味のダメ絶対なのかなっていう気は今しましたけど、うんうん、はい、まあ、そういう使用頻度とかですね、使用方法、うん、例えば炙りでやるのと、なんだっけ、注射でやるのと、なんだっけ、これの話からこの本の中で出てこない、鼻から使うのは良くないという、脳に一番なんか近いから、ここそれに書いてなかったですか。いや、これじゃなくて聞きましたよ、それ誰かが、うん、なんかでありましたよね、うん、脳に良くないという、一番近いから、だから危ない、うん、危ないとかでいう、うん、まあ使った人の経験の話なんだけども、うん、まあ、そういう使用方法にもよるでしょうね、う
まあ、そういうことで なるかならないかっていうのは随分そういう、まあ、左右されるだろうと思うんですね。うん、はい、だからまあ2番のところであるアルコール依存者の話っていうことで、まあ、ここでは具体的には僕は書かなかったんですけども、うん、僕は病院にいる時にね、あるアルコール依存の人が入院してきたんですよね。で彼はね、最初酒と出会った時に全然飲めなかったって言うんですよ。うん、一口飲むともう顔が真っ赤になっちゃってね、心臓がちょうどシアナマイドを飲んだ、抗酒剤を飲んだ時と同じような状態になっちゃって、うん、飲めなかったって。でその人はちょうどはそのなんだっけ、景気のいい時にこう接待の営業職でそういう接待でいろいろ飲まなきゃいけなかったのね、はい、で飲まなきゃいけないので一生懸命自分で飲むのを訓練したって言うんですよね。一人で仕事とは別に飲めないとやっぱり営業に差し支えるということで、うん、やったら飲めるようになったって言うんですね。うん、で気がついたらもうコントロールが効かなくなっちゃったって、で入院してきたんですよ。それ飲めるようになったって言うんだろうか。だから、うん、だから飲めるようにはなったけども、コントロール喪失が、うん、うん、もう気がついたらコントロール喪失が、うん、まあ仕事の成績もある程度ある時は、あるところまでは上がったんでしょうけども、うん、コントロール喪失が起きちゃって、うんうん、飲めない人が飲めるようになるっていうのは何かやっぱり体制みたいなのができるっていうことなんですかね。うん、ということだと思うんですよ。うん、うん、まあ全然違う話で、前回もちょっと話したんだけども、うん、抗酒剤っていうのはあれね、シアナマイドとかね、抗酒剤、ノックビンとか、うん、アンタブースとか、そういう飲むとこの二日酔いのひどいのが、うん、血圧が上がって顔が真っ赤になってって、はい、でそういう薬を飲んでてもね、うん、ちびりちびりなんか少しずつ量を増やしていけば飲めるようになるんだって。その薬を飲んでてもダメですね、それは、うん、それは僕栗浜病院に入院してた人、患者さんから聞いた話だからね。そこまでして飲みたい、人体実験をした人の話ですけども、うん、そういう話を聞いて、まあこの前の番組で話してたんですけども、うんうん、栗浜に入院してた人がね、うんうん、外泊でうちへ帰ってくる途中で飲酒実験を自分でするわけ、うん、新幹線の中でね。で栗山は当時は、今はどうか知りませんが、当時はその朝起きるとまずシアナマイドを全員が飲むわけ、うんうん、で飲まされてて、で外泊してね、また病院に戻るわけだけども、で消灯が済んでから消灯時間になってからね、うん、みんな集まって、お前どうだった、こうだったって、ね、いろいろ経験を、飲んだ経験し、薬の効果を、やっぱり経験を談をして、話したら、みんな少しずつ飲めるようになったって言うんですよ。何のための病院になるか。だからそれほどやっぱりアルコールに対する飲酒のへのね、こう渇望というか。強いってことですね、うん。やっぱり強いということだと思うんですよ。うん、そういう話を聞いててね。やめるつもりで入院して治療も受けてるんだけども、うん、まずその薬の効果がどの程度あるかということを人体実験を自分で新幹線の中でやってきたっていう話をしてた、うん、いう話を聞いたことが、その話は頭のいいある大企業、世界のなんとかっていう、言われてる企業の、技術部の偉い人なんですけどもね、うん、うん、その人の話なんですよ。うん、本当に道分けは、だからまああるアルコール依存症のそういう人たちもこの使い方によってはなんか飲めるようになる、使えるようになるということですよね。うん、うん、まあ確かに違法な薬物でもこう何回か使ってると効きが悪くなって、はい、回数が増えていくとか、量が増えていくとか、うんうん、他のものに乗り換えていくとか、うん、そういうことが起きていくわけですよね。うんうん、はい、まあそういうことで、薬物になるというのは、まあ誰でもがなりうる病気だっていうのが、まあこれが一番確かなところなんですね、ところだろうなというふうに思いますね。うん、はい、うん、
なんかちょっと話がすごく発展してしまいましたけれども、はい、じゃあ、うん、あのそれに、はい、うん、その、まあ後のというか関わるあの質問なんですけども、あのじゃあ薬物をね使った人が、うん、今はその何にも症状出てない、今は大丈夫でも、うん、いつかこれから今後依存症の症状が出るのかどうかっていうところなんですけど、うん、これはあの私が言ってるあの家族の自助グループの中でもあのやっぱり心配している家族の方がいて、うん、で本人は一時まあ依存症だった、依存症だったっていうか、うん、まあ、依存症の症状が出ていたけれども、今はまあ、あのそれが止まっていて、あの、まあ、普通に仕事をしたり日常生活をしているんだけれども、うん、だけどその一緒にいる家族としては、うん、今は良くてもいつかまたあの時のような状態になるんじゃないだろうかっていう、うん、やっぱ不安を抱いて、うんうん、そうですね、あのずっとこう心配している方がいらっしゃるんですね、うんうんうん、だから今大丈夫でもこの先どうなのかっていうところをお聞きしたいと思います。うん、あの薬へのこう渇望というのは消えないみたいですね。うん、あの、この間ある、うん、テレビで出てた人ですけども、うん、夢でも見たっていう話をしてた人がいますけどもね。うん。うん、あのそういう意味であのこう薬へのこう渇望というのはやっぱり消えないですよね。うんうん、まああの急性期のそういうあの薬へのこう渇望というのはあの消えたとしてもですね、再発することは少なくないというふうに言われてますよね。うん、また何か引き金になるようなことがあったらっていうことですか。うんうん、まあ引き金になるものっていうのはいっぱい、まあ、以前にも話したようにですね、うんうん、あのそういうストレスの問題もあるだろうし、うん、からあの、うん、いろいろ例えば、うん、引き金になるもん、例えば目の前に薬が出されたらあの使っちゃうかもしれないっていうことを言う人いらっしゃいますよね、うんうん、まあ使うかどうかやってみたことはないかもしれないけども、それほどやっぱり目の前に出されたら使ってしまうということは、うん、それなりにやっぱり薬へのこう渇望というのがやっぱりあるということ、うんうん、あの確か近藤恒夫さんもあの YouTube の中で言ってた、あれほどあのいいものはないという例えようのないものだというふうに言ってますよね彼は、ね、うん、使ったことがないから、ね、うん、それがよくわかんないですけれども、うん、彼はあの、あの YouTube のあの田代さんとの話の中で、うんうん、あの、あれほどいいもの世の中にはないなという話を近藤さんが確かに、うん、例えようがないものだという、うん、いいものだということ。30年、40年やめててもそうおっしゃるんだ、うん、彼はそう言ってたんですよね。うんうん、まあそういうふうにですね、あの、うん、特にあの、ということですよね。うん、あの、だからあの NA だとか、あのダルクのリハビリ施設ではやっぱりミーティングに出ることがいつもなんか強調されてますよね、大事だって、うんうん、でまあまあ、 あの立ち直った人たちはどう言ってるかというと、あの薬物依存症という病気はですね、うん、回復することはできても治癒することはないというふうに言われてですね、というのはあの体質的にそういうあの薬へのこう渇望というのは消えないものだと、うん、で最初の1回さえ使わないようにすることですよね。その最初の1回を使わないようにするにはやっぱりミーティングが大事だということですよね。うん、うん、もうアレルギー体質のようにもう一旦その薬が入ったら体が反応しちゃう、うん、であるあの僕の知ってる、専門家が、調査をしてあのその話感想を聞いたんですけども、うん、やっぱりあのミーティングを休むと再発をするというのが、まあ、統計的に見るとそういう結果が出たという報告をね、うん、あの聞いたことがあるんですけども、うん、まあ、あのまあ当然だなということなんですけども、うん、まあ、うん、仮説通りの結果が出たという話なんですけども、あの、ね、うん、でもねミーティングに通う人たちっていうのは、うん、あの自分がその依存症だっていう自覚があって、うん、ミーティングが必要だからと思って出てる人たちが多いわけでしょ、うんうん、で
自分は大丈夫って思って、うん、ミーティングにも出ず、うん、まあ今のところ普通に生活ができているっていう人たちが世の中にいっぱいいると思うんですよ、うんうん、でそういう人たちの家族っていうのは、うん、すごく不安を抱えたまんまなんですよね。うん、そうですね。うん、まあよくあるのは例えばダルクに通い始めて薬が止まってね、うん、まあ大体3ヶ月ぐらいするとまあね薬使わなくても行くようになると家族はねやっぱりそろそろそんなとこ行かなくても、うん、仕事に就いたらどうかってね、うん、いうふうに言って仕事についてこそリハビリだというふうな風に家族は考えるんですよ。うん。うんで、で、仕事に就くようになって、ダルクのミーティングに行かなくなってね、うん、行かなくなると NA のミーティングにも遠のいていくという。で、気がついたら、またなんかおかしいっていう風で、しばらくしたらまた捕まっちゃったっていう、例が、僕も知ってるんですけども、うん。うん、そういう風で、再使用っていうのは、あるんで、やっぱり再使用をね予防するにはやっぱり、うん、ミーティングに通い続けるっていうこと、これは本当に回復した人たちがやっぱり言ってることなんでね、うんうん、もう行かなくても大丈夫だとか、うん、例えば3年辞めてるから大丈夫だというのは大丈夫のなんていうかなと証拠にはならないだろうというふうに思うんですね。うん、だからやっぱりミーティングに通うということは大事のようですね。健康な人たちから見るとなんでミーティングでね薬が止まってなんでいつまでもミーティングに通わなきゃいけないかっていう、うん、そういう疑問が湧いてくるんですけども、やっぱり回復した人たちの経験のようにやっぱりやっていくということが僕は大事だろうなというふうに思うんですね。本当の回復を目指すなら、うん、多分それが一番いいんでしょうね、うんうん、それでミーティングなんかに通う必要はないって思ってたまたま今依存症の症状が出てない人っていうのが多分世の中には潜在的にいっぱいいると思うんで、うんうんうん、そうですね、ね、そういう人たちはこれからどうなるのか、うん、ね、どうなっていくんでしょうね。まあ、薬は止まったけども問題はなくなったかというと、うん、そうとは限らない、まあ後でちょっとまた問題が出てくると思いますけども、はい、うん、じゃあ次行きましょうか。はい、行きます。はい、55番問題ですか。はい、これはそうですね、ちょっと、うん、別の質問です。はい、これちょっと深刻な問題ですけど、本人が人身事故を起こしてしまい、体内から薬物が検出されました。家族としてどう責任を取ればいいのか分かりません。これはもう本人にとっても、それを突然聞かされた家族にとってももう悪夢のような状況だと思うんですけれども、やっぱり一時そういうニュースがいっぱい出ましたけれども、うん、昨年あたり本当にその巻き込まれた家族は、うん、本当に苦しいと思うんですね、うん、でもやっぱりこう自分たちの家族が引き起こしたことだからなんとか責任取らなきゃって思うのが多分家族の気持ちだと思うんですけれども、うん、ね、こういう場合に万が一なった、万が一なったとしたら、うんうん、どうすればいいでしょうか。うん、よく裁判でですね、判決の時に裁判官がね、うん、3つのことだっけ、4つのことだっけ、本人に言い渡しを、判決の言い渡しでね、うんうん、薬を使わないことを誓うということと、うん、から使ってる友達と付き合わないようにするとか、うん、から定職に就くとか、うん、から家族がしっかりと監督をしろという、まあ、4つぐらいの注文を、うん、判決の時に、まあ、こう言われるんだけども、うん、そのいずれもできることではないんですよ。もっともないように聞こえますけれどもね、うんうん、世間の常識ではそれでかみしめくれるのも、薬物の世界ではこんなのは意味な、うん、何もないわけですよね、うんうんうん、でその一つに家族が責任を負わせるという考え方っていうのはやっぱり司法の世界でも、うん、まあ
病気としてその見てないのでこれはまあしょうがないんですけども、はい、うん、家族の監督をしろというふうに言われて、家族もそういうふうに言われるととても、最終した時は責任を感じますよね。すごく重圧だし、うん、そうですよね、うん、自分たちが責任を取れなかったと、自分が至らなかったって、うんうん、で考えてみれば、冷静に考えてみればですよ、うん、コンビニでもある前に20時間ね監視してたって、寝る暇もなく本人をけんあの監視をしてても使う時には使うんですよ、上手に、うん、薬物依存の人たちは、はい、それほどもう僕は薬を使うことに関して渇望用が強くなってくるとね、うん、使うことに手に入れるには天才的な知恵が僕は働くと思うんですよ、うんうん、でそれに家族がね太刀打ち正面から立ち向かったってもう責任の得るほどのことは何もないんですよ、うんうん、無力なんですよ、はい、うん、だからその家族ができないことまで裁判やなんかでね家族に責任を負わせるというようななんか耳障りはいいんだけども、うん、現実にできないようなことまでね、うん、負わされるということは現実にはあるけども、これはもうできないことはできないってね、うん、やっぱり家族は自分自身そう考えることだと僕は思うんですよね。家族がもう、うん、潔く諦めるっていうか、うん、できないって、うん、もう開き直っていい、無力だっていうふうに、うん、まあ、うん、無力だって薬に対して家族は無力だって、うんうん、いうふうにやっぱり受け入れることが僕は大事だろうなっていうふうに思うんですね、はい、うん、考えても20時間ね寝る暇交代交代してたって、まあ、2、3日はできるかもしれないけどね、無理です、無理です、経験者として無理です、うん、本当になんかこうまことしやかに、うん、言いくるめられて気がついたら本人は使ってますね、うん、そうですね、うんうん、巧妙で、うん、本当に天才的ですよ、うん、家族なんかちょろいもんですよ、そうみたいですね、うんうん、そういう問題だとね、はい、うん、だからまあこう世間の常識ではね家族に責任を問われることをするかもしれないけども問われませんってね、うん、家族はもう何もできませんっていうふうにですね、家族の力で何もできないっていうふうに正直に僕は話された方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね、まあ、社会的にはね、うん、ここに書いてあるように家族にが、まあ、実際には本当本人のやったことを家族が肩代わりして責任を取ることは、うん、そのなんていうの、理論的にはないんだけれども、やっぱり社会的には周りの人たちは、うん、家族も一緒の目で見るじゃないですか、うん、で家族がそうです、ね、こう家族の一人がこんなことをしたのに、うん、家族は一体全く知らん顔してるだとか、うん、もう世間的な社会的なもう非難にさらされることはもうこれは仕方がないっていうか、うん、もうそれは本当どうしようもないですね、うんうん、だから家族が薬をやめさせるようなアプローチの仕方とかね、うん、薬を使わせないようなアプローチの仕方っていう関わり方っていうのはやめた方がいいと思うんですね、うん、で大事なのはやっぱり薬物依存症という病気からね本人が立ち直るためには家族はどうしたらいいかということをどういった手助けがね、うん、できるかっていうことを考えてほしいと僕は思うんですよね、うんうん、病気の問題にしてやっぱりしていかないと責任病気になって責任って普通どんな病気だって責任を問われることはないですよね。そうですよね、うん、結核になったから責任を取りなさいとか、うん、糖尿病になったからあんた責任を取りなさいとか、うん、まあ、今のなんだっけ、今韓国でマーズだっけ、サーズだっけ、なんか流行ってますね、うん、流行ってますね、うんうん、新型のウイルスがあれしてる、うん、それも責任取られたってそれはもうしょうがないこと取りようがないですよね。普通一般の病気だったら気の毒にって思ってもらえるのに、うん、薬物依存症とかそういう依存症に関してはそういうふうに社会世の中は思ってくれないっていうのがやっぱりまだ誤解が、うん、誤解とか偏見がいっぱいある証拠なんでしょうね、うんうん、まあ、うん、まあ典型的なのはね、裁判所で判決の時にそういうふうに言う、うん、まあ、薬物依存という病気のことを知らない裁判官の場合だとそういう判決が、
の際にですね、うん、言われることがあるみたいですね。まあ、あの弁護士さんによってはあれは儀式ですからというふうに言われるんでね、うんうん、まあそうだろうなって、そうでも言いないとなんかあの裁判がね判決出せないからだろうと思うんですけども、うん、そうですよね、うん、裁判官がそこで病気ですって言っちゃって病院行きなさいって言うと今度は被害者の方が、うん、納得いかないとかっていうことにもなっちゃうのかもしれませんよね、うん、難しいですね、うん、だからまああの、まあ、外国ではねアメリカやオーストラリアだとかニュージーランドもそうなのかな、うん、ドラッグコートといってそういう、うん、あの薬物専門のそういう裁判制度があって、うんうん、あなたはあのリハビリを受けますか、それとも刑務所に行きますか、どちらにしますかっていう、うん、そういう自己選択が本人にね、はい、求められるそういう裁判があるようですけども、日本もそうなればいいのにね、うん、そうですね、まあそういう動きはあの専門家の中にあるようですけども、まだあの実際には、うん、なかなか大変なようですね、うんうん、でですけども、まああのそういうあの、薬物損傷に詳しい専門家にですね相談しながらやっぱり、してった方がいいじゃないかなというふうに思います。はい、うん、そういうことで、今日早くなっちゃいました。じゃ あ次のもう、はい、次いきますか、質問でいいですか、うんうん、はい、はい、今日じゃあ最後の質問です。依存症っていうのはあの その対象としていくものが変わっていくって言われますけれども、うん、あの これはどういう意味なのかちょっとお話ししていただきたいと思います。うん、まあ、あのよく回復した人たちの中で話題になることでクロスアディクションというふうにあの言われていることなんですけども、うん、あのたまたま、病院に入院したりした時にですね、薬は使ってないんだけども、うん、例えば女性の場合だと食べ吐きが始まったりですね、摂食障害が始まったり、はい、頭壁が始まったりすることがありますよね。それからあのまあ男性の場合だと、まあ、女性だけでギャンブルを始める人もいますよね。僕もアルコール依存の人で一人そういう人がいてね、家族から、うん、酒は飲まないんだけどもの、やたらとなんかあのパチンコ屋に行きたがるっていうんですよね。でパチンコ屋に行きたがるんで私も一緒についてってて一緒にパチンコやった方がいいでしょうかというそういう相談があったんですよ。その頃は僕はあのそういうクロスアディクションということを僕知らなかったから、でもなんか関係あるみたいだなと思ったんですけどね、でそういう相談があった時にね、まあ、あのなんで本人がねパチンコへ行きたがるってしょうがないっていうわけ、酒は確かに飲んでないって言うんですよ。あ、その人はもともとアルコール依存、アルコール依存で入院してて、お酒はやめたと、うん、酒は飲まないでいるって、うんうんうん、退院してからね、うんうん、でところがやたらとパチンコ屋に行きたがるっていうわけ、こそこそと、うん、で奥さんも、まあ、どうしたらいいかということで、まあ、ギャンブル依存というそういうことまで当時はね、うん、そういうことが話題に なるまあ、よく知られてない時期でね、僕もなんでなのかなということよく分からなかったんですけど、今から見ればそうなんだよね、うん、アルコールをなんか無理にやめると他の依存症が頭を持ち上げてくるということで、うんうん、僕はその家族から教えられたんですけども、その時確かに一緒にパチンコ屋行ったらというふうに言ったんですか。いや、行ったらというよりは、まあ、本人が行くんだったら行ったらというふうで僕はうん、行かせたらというふうに僕は言ったと思います、はい、うん、家族はなんか一緒についていこうと
いわゆる護衛みたいな形でね、扱いすぎないようにとか、でギャンブルやっちゃった後一杯飲んでくるということだってあるわけだから、家族としてはやっぱり心配だったんだろうと思う。監視をしに行こうとされたんです、いわゆるボディーガードのつもりだよね、アルコールの飲酒の再飲酒のボディーガードのつもりで、あのパチンコ一緒に行った方がいいですかという話でね、まあ、あのそういう話があったことがあるんですけどね、うちの依存症者もですね、まあ、薬薬物がメインというか中心だったんですけれども、あの本人 もう薬はやめるって何回も宣言してましたけど、その薬をやめてる間にお酒を飲んでたんですね。で、私もその時はまだこういう勉強をする前だったので、薬をちゃんとやめてるし、お酒だったらまあいいかっていうふうに思って、あの見逃してたっていうか見過ごしていた時期があるんですけど、あの一時それがその女性になったりですとかね、すごいなんかこうガーッと一人の女の人にこう入れ込んでしまった時期があったりとかね、ありました。ですごく不思議な行動をする子だなと思ったんだけど、今から思えばですよ、全部その依存症の出方が薬物だったりお酒だったり女性だったりっていう、それだけのことだったんだなって今は分かりますけど、多分それ知ってないとつながらないですよね。だからあの確かにこういうふうにね、あの薬物は止まったんだけども、気がついたら人の他のね、アディクションが始まったって、依存症が起き始めたという、まあよくあるのはギャンブルだとかね、あの女性の場合だと買い物依存とかリストカットとかですね、摂食障害とか、まあ男性にはあとあのセックス依存症というのがあって、まあ昔からあの飲む打つ買う三拍子揃ってってよく、まあ、あの噂話で、はい、ね、世間の噂話であの人はどうのこうのっていう、そういう話題になるのは今で言う依存症ですよね。本当ですね、その3つ。そうですね、そうだよね、クロスアディクションなんだ。そうなんですよ、クロスアディクションですよ、三拍子揃って、つまりその、で、あのなんか家の財産をみんな売っちゃった、電バタを売っちゃったとかいう話を僕は子供の頃聞かされたことがあるんだけども、でなんかあの入水自殺もしたとかね、最後はなんかそういう話まで聞かされてね、まあ親から聞かされたんだけども、なんでなのかなと今から見るとね、これはもう本当にクローズアディクションですよね。あの昨日今日こういうかクロスアディクションなんてねいうあの病気があの起きたっていうわけじゃなくて、昔からあったっていうということですね。だから対象が変わっていく、なんかね、あのそう不思議なんですけれども、じゃあ結局じゃあドラッグじゃなくてもいいのとか、あの女性じゃなくてもいいのとかって思うんですけども、やっぱりその依存症っていう目で見れば、やっぱりなんか根っこに何かがあってそういう行動になってるわけですよね。だからその根っこの部分が問題なんですよね。そうですね。そこにこう自分で気づいていかなきゃいけないんだと思うけど、なかなか難しいんですね。だからその気づくっていうことではね、やっぱりあのいろんな人の話を聞くことだと思うね。でそれがやっぱりミーティング分かち合いだと思うんですよね。あのミーティングに行くことで、あの人の話は自分となんか重ね合わせてみると自分とそっくりだって、あの気がつかなかったけども、自分も同じことをやっぱりあの時やってたなというふうにね、気づくっていうのは、これはあの、立ち直ミーティングの中でやっぱりあの得られる効果だというふうに思うんですよね。やっぱりそこでミーティングにつながるんですね。はい、ありがとうございます。ということで、入院だとかですね、そういう時した時などにあの薬が
使えないような環境の中に置かれると、うん、そういうクロスアディクションっていうのがですね、別の形で出てくるということですね。で、まあ、弾薬とか断酒とか自力でやめようとすると、男性の場合はギャンブルや虐待や、女性には摂食障害や介護依存だとか頭皮だとかですね、うん、あるいは、まあ、両方に限らないと思いますけど、リストカットとか、まあ、女性の場合リストカットが多いようですけども、うんうん、まあ、そういうようなことが起きたりしますよね。まあ、そういうクロスアディクションという、うん、うん、これ自力で止めようとするとっていうところがポイントなんですね。そうですね。だから、うん、そこでその仲間と一緒にこうなんていうのかな、互いに気づきながら回復していくっていう形が取れれば、うん、こういう他の方向へまた依存していくっていうことを防ぐことができるってことですよね。そうですね。うん、やっぱりそのためには周りの家族っていうか、周りにいる人たちが本当にどれだけ正しい知識を持ってるかどうかっていうのが、うん、すごく重要だなと思いますね。そうですね。うん、それは私自身の反省ですけども、もし本当に周りに私たちがもっと早くから、うん、もっと正しい知識を持って、依存症者本人のことをこう客観的に、ね、うん、見ることができたらね、その感情的になったりせずに、うん、もっと、いい展開が早くに あったんではないかなっていうふうに思うし、うん、それは本当に、うん、依存症の人を抱える家族みんなにそうなってほしい、うんうん、正しい知識を早く持ってほしいなと思いますね。はい、ということで今日は、4問ありしましたけども、はい、なんかすごく早い、早かったですね、番組が進んじゃったんですけども、うん、今日ちょっと僕、すごく疑問だったんですけど、はい、普通の多分質問だと思うんですけど、うん、この55番のこの本人が人身事故を起こしてってあるんじゃないですか、うん、この薬とかなんか、まあ、飲酒でもそうですけど、これって保険が効かなくなるんじゃないですか。そうですね。効かなくなる、まあ、そういう、ね、いわゆる、そうすると人身事故のこう相手方としては困っちゃいますね。だから訴訟を起こさ、民事で訴訟を起こされるんでしょうね。だけどこの本人の方も薬物であったりとかアルコール依存だとかなんかだったら本人に支払い能力がないような気がするんですけど、だからあとは自己破産するしかないですよね。まあ、破産してもね、この人身事故を起こされた側、被害者の方にしてみたら止まったもんじゃない、そりゃそうですよ、そりゃそうですよね、終わっちゃうんすか、本当巻き込まれたら本当災難ですよね。裁判は例えば判決が出てね、はい、なんとか保証しろするという判決が、はい、何千万にしろ、あで判決が出ても実際にそれ本人が取れな、本人から取れなければ、これは、ね、結局そうするとさ、家族が肩代わりしてもう、なんていうのかな、やっぱり家族そこで責任がないとは言っても、家族ができる限りのこう保障をする、しなきゃいけない立場に追い込まれるっていうのも現実には、責任は問われることは何もないです。ことを起こしたのは本人ですから、でも家族の心情としては、そうしちゃう人もたくさんいるんじゃないかなって、まあそういう人いますよね、うん、まあ罪悪感があったり相手からなんかね、いろいろ言われれば、あるいは本人のためとかいろいろなんかあれはあるんでしょうけども、ただまあ夫婦の場合は同等のあれが責任を問われるから、あ、夫婦の場合は、夫婦の場合はね、でとあとは未成年者の子供の場合は同等の本人に責任を負えなければ、親が責任を取らなきゃならないことになりますけども、夫婦の場合は本人が取らなければ配偶者に責任を問われることはあると思うんですね。まあ民事で要求されるのはね、じゃあ例えば子供が
事故を起こしたとして、うん、その子供が、未成年でなかった、成人していれば、うん、親とかそういう家族は責任を問われなくて、うん、問われることはないですよ、うん、だって事故を起こしたのは本人だから。って言ったところで家族も張りの後ろですよね。だから未成年の場合だと親の監督責任が問われるわけだ。心情的にね。なんか事件であったじゃないですか。どっかで運動場であれしててボールがね道路に出てその道路を歩いてる人にぶつかって。なんかそのボールのためになんか事故を起こして怪我して、うん、入院してしばらくしたら亡くなっちゃったということで、うん、病状が悪くなっちゃって、うん、で損害賠償されたというふうにがあるんですよ。で実際にやっぱり判決には親の責任を問われたんですよ。確かあれはねなんか NHK のなんかなんで聞いたかなちょっと覚えてないですけども、うん、子供かなんかがボールが転がってみたいなやつでしたっけ、うん、だから、うん、親の責任を問われてるんですよ。子供がボールで遊んでて、それがたまたま学校のなんかフェンスを越えて行っちゃって、それって責任問われるんですか、うん、だそうです。問われたんですよ。ほう、親の監督責任を問われて、その学校の校庭で、うん、どうやって責任っていうか監督しようがないじゃないね、うん、そこで。でも、もう子供にそういう判決が出た。そうかそうか、うん、子供はその責任を負えないから親が、うんうん、だから子供の責任でしょ、うん、でその子供は責任を負えないから親に責任を見せないんだから、うん、負わされるというそういうことですよ、ね、でもその子供も故意にそのボールを外へ蹴ったんだったらまだ分かりますよ、うんうん、だけどもしそれが偶然だったりしたら、うんうん、それでも関係ない、うん、関係ない、うんうん、なんか世の中分かんないことが多いですね、うん、だからそういうふうに配偶者と親権なる場合は責任は問われるけども、うん、そうでなければいいと思いますよ。最終的にもうどうしてもこの本人がっちゅうやつで思うのは、泣き寝入りね、相手方が泣き寝入りする形になっちゃうんじゃないかなという気がするんですけど、それをこう助けるようなこう制度みたいなのはないんですかね。こういうのってよく起こったじゃないですか、ニュースになるような事件というのか事故っていうのか、あの被害者の方たちってその後どうしてらっしゃるんでしょうね。そこまで全然知らないですけど、まずは民事訴訟を起こすしかないんじゃないかな。起こしたところでどれだけね、本人の支払い能力がなければね、逆立ちしても、うんうん、出ないものは出ないから、結局は、うん、判決は出たけども賠償金として判決は出たけども本人に支払い能力がなければ取れないですよね、まあ、それは薬物じゃなくても一緒ですかね。脱法ハーブで事件がすごくあったじゃないですか、うん、そうですね、あの被害者の方々全部泣き寝入り、大半泣き寝入り状態になっちゃってるのかな、ということでしょうね。ですね、うん、何とも、まあ、そういう意味で世の中はね不条理なこともあるということですよね。、うんうん、ということで、ちょっと番あなんかあとはいいですか、なんか今日の、うん、ちょっと今のは、はい、そういうとこをちょっと気になりますね、うんうん、本当に、うん、まあ法律にはそういうもんですからね、じゃあ今日の質問はこれで終わりです。いいですか、はい、はい、でシエハルさん、はい、じゃあ、今週にですね、今年の春に、ダルク家族相談室からですね、炎上者の虎の巻という薬物依存症 Q&A という本を出版しました、はい、これは皆さんが抱えている、まあここでもですね、恵子さんに質問を毎回作ってきていただいてるんですけども、そういうのも含めてのですね、一問一
一つの質問にですね、2人 の、 あの、専門職、精神保健福祉士がですね、あの回答をしています。146問確かあったと思いますけども、あのとて も、 もあの具体的で身近な問題にもこう触れてますし、基本的なもんあの薬物依存症という病気の問題にも触れる問題で、家族はどうしたらいいか、援助者はどうしたらいいかという、そういう、悩みや疑問にですね答えるあの本を出版しました。通販ではですね、ネット販通販では、2300円で、あの送料ともでですね販売してますので、よかったらあのご注文ください。あの、ダルク家族相談室のですね、ホームページからあの、入っていただくと、ネット通販があの、ページが出ますのでご利用ください。で、まあ、そういうことでですね、まあ、いろいろあの専門家にあの相談をするということがとても大事なことだと思います。でまずあの電話であの相談してみる、話をしてみるということがあの一番効果的だと思います。これはあの、24時間どこでも皆さんが困った時にですね、あのご相談できるようにということで、相談室はですね24時間あの対応するようにしております。ご利用ください。あのこの電話相談でね、うん、あの私重原さんに、まあ、あのかつて電話で相談をさせてもらったことがありましたけど、うんうん、あのその頃によく重原さんがおっしゃってたことが、うん、あの何か起きてから電話するのじゃなくて、うん、何か起こる前に相談してくださいって、うん、よくおっしゃってたじゃないですか。まあ、起こる前というよりやっちゃってからではなくて、ね、そうそう、本人が何かやっちゃってからじゃなくて、うん、その前に相談してくれれば、うん、あのいろいろと方法があるっておっしゃってたので、うん、あのそういう使い方をね、あのぜひしていただけたらなって私も思いますね。あの、ま、あのこういうところがあるということで、転ばぬ先の杖というか、あの困った時にはここに電話して聞けばいいということでですね、少し安心して夜も寝られるだろうし、ことが起きた時もですね、うん、まずあの電話してみるという、あの相談してみるということから始められるといいかと思います。あのその最初のそういう時にですね、ちょっとその、対処の仕方を間違えると、やっぱりあのいい方向に向くものがですね、あの泥沼に引きずり、家族が引きずり込まれてしまうことがあるんですね。あのある意味では皆さんがそういう、うん、ことが起きた時は、ある意味ではあのこの問題を解決していくですね、病気から立ち直るためのチャンスだというふうにこう考えてですね、あの相談してくださるといいんじゃないかなというふうに思います。うんうん、まあ、そういうことで24時間あの、対応できるようにしておりますので、ご利用ください。で、次回の案内ですけども、6月の18日の21時からですが、今度はですね、新シリーズですけども、援助者の虎の向きを切るという、ちょっとなんかあの、あれですが、実は先ほどご紹介しましたあの援助者の虎の巻というのを出しましたんですが、この本を見ていただいて読んでいただいた方にですね、逆に、この本のですね、いろんなことに関して、まあイチャモンをつけてもらおうイチャモンなんですか、うん、いろんな職種の人にですねここはどうなのかとかね、こういうことはおかしいじゃないかとかですね、まああのいろいろ逆に僕がインタビューを受けるという方の側に立ってですね、番組を進めていくという、まあ、逆インタビューシリーズのですね番組を作ろうというふうに思います。で、次回はですね、早速あの臨床心理あの、の先生にですね、してあの電話でですねお話をしながらあの番組を進めていこうというふうに思います。かつてあの一緒に仕事したことのある先生ですので、あの、少しあのなんていうかな、うん、あのいろんな話が出るかもしれませんけども昔の話が出るかもしれませんけども、あの彼は今もあの、ある病院であのアルコール医療 の、 あの関わりを持ってらっしゃるようので、そういう話もあの聞けるかもしれません。まあ、そんなことでですね、
次回はですね、炎上者の虎の巻を切るという、まあ、切るはあの切断の切じゃなくてこっちの切る方ですね、まあ、僕が闇討ちされるかもしれませんけど逆に切られちゃうかもしれませんけども、うん、まあそんなことで出たとこ勝負の次回は番組ですが楽しみにしててくださいということで、はい、はい、ちょうど終わりましたですね、時間が来ましたなんか何や牛じゃないですけども、はい、じゃあこの辺で、はい、おやすみなさい、はい、おやすみなさい、お疲れ様でした。